史上最年少で将棋のタイトル6つを獲得した藤井聡太六冠が達成から一夜明け今後への思いを語りました。六冠というのは非常に光栄なことだとも思うので、まあ、その何というか立場に、まあ、何というか宮内総理がさせるよう、まあ、これから努めていければなというふうにも、はい、思います。まあ、大きな対局がまあ続くので、そうです、まあ、それらの対局にまずまあしっかりいい状態で臨めればと思いますし、まあ、自分のことをきっかけにそのまあ勝利に何というかまあ関心が持ってくださる方が少しでも何というか増えれば本当に、はい、嬉しく思います。藤井六冠は来月タイトル7冠目をかけ、今回棋王戦で勝利した渡辺明名人に挑みます。